今回は、進撃の巨人のソシャゲで開催されたイベントに対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。結婚しよ。結婚しよ結婚しよ結婚しよ。平和になった暁にひどい。こんなキラキラフォントで、3人と3ピースタイです顔。見てるだけ定期。レズ 3P を撮影してる謎の男じゃん。よ、両サイドはあったと思うから。両端。え？これって結婚相手さ。世界の英雄の俺のことだな。なんで誰も突っ込まない。突っ込んだら喜んじゃうからなこの欲しがりマゾゴリラ。左右は実際それぞれ婚約してるけど真ん中は。真ん中がペトラさんなの以外普通真ん中ミカサで両サイドにアニヒスじゃないのかファイナルに出てこないし。真ん中誰よと思ったらペトラかい。左アンデレ彼女に雷槍をぶち込まれたり切りつけられたりする右看病された時に将来の結婚を誓い合う真ん中だけフラグを立て忘れたんだよな。これってエレンに向けたセリフの改変だよね。ヒストリアだけユミルなんだなあら。いつの間に NTR 多兵長かわいそう。かわいそうなのはオルオだろ。真面目に考えるとみんな生き残った上で平和になった世界じゃないと出てこないセリフだよな。しんどい。原作の世界観と設定だとありえない世界線やんけ。しんどい。このコピーもはや皮肉レベルで軽めに切れそう。パラディ島に一夫多妻制を導入しよう。両側は平和になった世界で生きられたし結婚もできたな。ペトラ。俺たちが夢見た巨人のいない世界は呆れるほどおめでたい理想の世界だったはずだ。なぜサシャがいないんだ？あ、亡くなってましたね。真ん中。ペトラも死んでるやん。普通は真ん中アニカサシャだと思うんだが意外な人選だ。サシャ色気ないアニ本編でアルミンに貫通済みリコパイセンかヒッチでよかったやん。アニがアルミンとくっついた描写全くないよな。貫通とか冗談か何かか。仮にそうだとしてもヒストリアもミカサも本編内で旦那いるしな。明らかに冗談なのにめちゃくちゃ怒ってる。まあ両思い確定し合って3年も大使として一緒にいて最後戦での兄の態度見てくっついた描写ないとか言ってるのは現実逃避すぎ。つまらない冗談で人怒らせて何怒ってんのっていうタイプ。他人の感情を想像できない典型的な自閉症だよ。無視しとけ。冗談を言うのは構わないけど貫通は下品よな。もっと考えて発言しよう。貫通という表現は良くないけど最終決戦前の船の上のやりとり等を見ればくっついたと見るのが自然でしょ。大変なことになっちゃったおじさん真ん中アルミンの女装だと思ってたのに。何度も言うが既婚者に欲情するな気持ち悪い。すまない俺は本当にどうしようもないやつだ。もういいって。さては現実と創作が混同してるな。黙っとけ童貞。名前出てくるまで真ん中誰って思っちゃったよ。こういう場に出てくると思わねえじゃん。えげつねえな。ラストの兵長に泣けるわら。どうせなら全員すっぽんぽんになれよ。お手伝いますよブシュー。エレンが謎空間で泣きながらガチャ回してそう。3人ともエレンが関わってるからな。そやなあ優越。3人とも筋肉だるまなんだよな。兄の蹴りが正しい行動で笑ってしまった。芋女は料理人と幸せになってほしかったよ。わ、あんなバイ女がニコロにふさわしいわけないだろ。拳銃の発砲音。オハグリーズのお味噌飛んでるぞ。涙目さんオツ。左の見た目巨乳が文字通りの鋼鉄胸部装甲とは思わないじゃん普通。本編でもこんな可愛いペトラが見たかった。わかる。ペトラは人気の割にグッズ少ないからこういうのありがたいよ。ヒストリアは普通に愛し合ってる男いるので強引なレス扱いは NG。 妊娠以降ずっと目が死んでる定期。最後は普通にいい顔してただろ。事情があって話せないことがあっても、何があっても、私は、あなたの味方だから。ユミルに向けて言ったセリフだって話。ああなるほど。エアプは見つかったようだな。既婚者に欲情するライナーはいいのかよ。愛し合ってたかは不明じゃねえかよ。でも赤ん坊に向けてた表情は優しかったので OK です。エレン俺が結婚時期の自由を奪っちまった俺が悪いんだ。全部俺のせいだ。いいラストだ。なんか良い匂いもするよな。平常幸せならまあええやろ。真ん中最初誰かと思ったらペトラか。一瞬呪術廻戦の野原かと思ったわ。ペトラの横に兄がいたらとんでもないド畜生だったな。広告結婚しましょう。真ん中がペトラってことはもしかしてリヴァイ兵長視点なの。おるおかも。巨人がいなくなれば壁の外には自由が。地ならししているディアだけが平和になった暁に。ピーチちゃん欲しかったな。
その日、人類は思い出した奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を見女神、馬娘パラディダービー判事頼んだよニャンコボン。どうしてここにサシャがいないんですか？あと2個サシャ、エレミカ結婚してくれよバカ。コラボ先で立体軌道を装備させられるエレン19歳。セリフと目線でそういう実感半端ない。アンチオツエレンの自由意志が選択したんやぞ。すげえ違和感。上着脱いでくれ。君のどこか自由なんだ。上だけ私服なのが違和感なのかな。新型の方が似合いそうだよな。19歳エレンは旧式は似合わなさそう。新型でミカサたちと同じ上もスーツのやつ着てほしい。19歳エレンに立体軌道似合わなくてクサクサ。エレンはマーレ編からは立体軌道装置つけたことないからそれが違和感なんじゃない。上着ピラピラしてんのも立体軌道装置と相性悪い感じある。髪型と上着かな。立体起動するのにそのコートは邪魔でしょ。コラボの奴隷。ここ割とガチギレしてたのくさ。ここのエレンよく見ると涙目なんだよな。圧迫面接はエレンにとっても罰ゲーム。何よりも大切な二人に暴言を吐いて嫌われましょうとかあったら泣きたくなるわ。4年のブランクこの服装とか立体起動ミスって顔削れそう。そのブレードで何と戦うんだよ。ミカサたちと同じ黒スーツ着てくれ。お気に入りのシャツとコート違う。欲しいのはそれじゃないんだ。別ルート感ある。この不思議な微妙感は何なんだろうな。上半身は地ならし服、下半身だけスーツ装備だから彼女も黒兵スーツ立体起動のロンリーレンが見たかった。ゲームが出ればコスプレして立体起動するエレンが見れるかと思うと不服感動が抑えきれまへん。そもそもミカサの髪型に事故が起こるかもしれんぞって忠告してるくらい安全に配慮してる。エレンが確実にワイヤーに絡まるロングパーカー着て立体起動装備するわけないんだよな。コラボで勝手に着させられたんだ。仕方なかったってやつだ。獣の巨人と戦うんか。潜水で立体物作るだけでパーフェクトゲームなんだよな。バット作って打ち返すしかねえな。温泉入ったり立体起動装置つけたり自分でもちょっと何やってんだろうって思いながら勢いと流れに任せて。でもお前らとコラボできて楽しかったよ。もし次回があったらまた行こうな。いくらかっこよくても19歳エレンが立体起動装置は突っ込みたくなる。コラボ先の意向には逆らえず仕方なかったってやつだ。え？原作再現とかじゃないの？立体起動つけてなかったっけ？年後エレンは立体起動使ってないよ。メタ的には自由の翼をすでに失って運命の奴隷になったということかと自分の目をつぶしたのもこれ。奴隷に目玉は2つもいらないからな。コラボ先アートシエレンは立体起動させないからって言ったっけ？そんなこと忘れてくれ。レアなイラストではあるけどねー。じゃあどういう格好ならよかったのか教えてくださいよ判事さん。すっぽんぽん。常に巨人でいて色とあれ、別に間違ってねえなこれ。まずオールバックをやめるところからかな。そんな服で立体起動装置なんてつけたらビラビラが引っかかって服が破けちゃうだろうが。いくら涙目でも、膝蹴りは必要なかったよね。アルミン未だに根に持っててくさ。お前と俺じゃ口喧嘩にならねえからよ勢いで。口喧嘩だとクリティカルばっか出してくるからなアルミン。口だとエレン負けるからな。運営立体起動装置つけろエレン。はい。くんのどこが自由なんだ。それ、君にもブーメランやぞアルミン。道エレン俺に立体起動装置つけろと指示しろ。運営はい。運営立体起動装置つけろエレン。はい。こうやぞいやどちらにせよ奴隷だわこいつ。運営をエルディア人扱いとか人類に対する番目くらいの侮辱やぞ。最近ラーメン食ったり自販機で栄養したりとコラボの髪になりつつあるじゃないか君は。違和感がすごいな。せめて髪型と服装変えればよかったのに。安全面はともかくロングパーカーに立体起動装置はアウトロー感出てかっこいいと思った俺はいたんか。オールバックが微妙なのはわかるけども、兵長みたいに素直に働いて異世界だろうがなんだろうがすぐに適応したら良いと思うよ。そういえばマーレ編に入ってからエレンって一度も立体起動装置使ってなかったっけ。使ってないな。戦いエレンは装置つけてないからなってやつだ。伊佐山先生がふるさとのために書き下ろした新型装備したエレンはかっこよかったぜ。前に新穂の京と仲良くなってたけど地ならしして虐殺してるエレンを見て彼女はなんて言うんだろうね。シンフォギア勢にはすでに虐殺の共犯者、大規模虐殺の主犯未遂、小規模虐殺の実行犯既遂がいてみんな仲良くやってるから。ペーパードライバー。その立体起動装置でなんと戦おうって言うんだエレン。そりゃ言っちまえばせ。少年兵エレンがラスボス巨人エレンと戦う場面を見てみたくなった。宿
スパロボデイフルート作られるやつみたいだな。まあこの場合はエレンが救われてるかというと。そういやもうすぐフォートナイトでも進撃コラボ始まるっけな。なあエレン本当はいろんな格好させられて辛いんだろ。今の俺にはそれがわかると思う。言うほど似合わないってわけでもなくない？違和感はあるけども。誇りに死ぬことはないじゃないか。コラボ先に屈したって。イベントシーンの立体起動装置を使うところがクソダサくてさ終わりもやむなしだったわ。なんかポージングしたままふわっと浮き上がったり、兵器の回転がすっげーもたもたしてた記憶がある。ここが鳥かごの中だと認識してしまったらそりゃ飛べないよな。どちらかといえばお風呂コラボでミカサがマフラーしてる方が気になる。湯上がりにそうはならんでしょ。進撃はマジフットワーク軽いな。ライナー課長の時はなんか楽しそうだったのに。